皆さんこんにちは、ペソでございます。レールウェイエンパイアね、続きやってまいりたいと思います。あ、気分屋さんはいらんな。で、何しよう思ってたんだっけ。あ、そうだ、セントルイスにつなげたいなあいうところでしたね。で、大型の駅じゃなくていいので、逆向きだね。マニーがなくなってきた。こっちの路線をね、ああ、ミスってるやん。
あね、ポイントがそんなに持ってないんで。どでかい財布は持ってきた？オッケー、気分屋さんはいらんな。さあこれで、急行用のレンセリアがね、解除できましたので。この新機関車って見た目通り早いの？権威力はね、あんまりないですけどね。大丈夫だと思うんですけど、お、君の機関車で移動すればすごく早いんだね。うまいこと作ってあるな。また新しい駅が？容赦ないな。日本の線路は並行させなくてはならないことは知っているんだろう。どうも素人くさいな。あれずれてたわ。なんかおかしいな思ったら。これで、7社、あと3つ。
てよ。駅を拡張しよう。そしたら、ああ、お金がない。何？あら、これって君の開発部の計画書じゃん。あれ、そんなことするんだ。はいね、農場が。
応ね本線とつなげとかないとね次に支線が作れないみたいなんでね、こういう形で持ってきてますけども、あーいけるいける、うん、あれこの角度やったっけ、あーこの角度、この結果は認めざるを得ない。この鉄道ネットワークは素晴らしい。そうまだねドッカイランドつなげれないんでね、性格を管理するのがねめんどくさいんでね。うんまあそこでもよかったんだけどね。問題を抱えている列車がありますわ。ん、タスクが書いて、お、故障に、ああ、いいわ。始まりは小さな船だった。乗客と物資を乗せスタテンアイランドとマンハッタンを行き来していた16の頃だった。そうして名声を得て、そうこの大将という肩書きも得たのだ。
接続ボーナスが出る。最初に商売を始めた時は誰も私に見向きもしなかった。コーネリアスはオランダからアメリカに移住してきたただの農家の息子だとな。しかし私はそうでないことを証明した。14万はでかいからね。借りてもいいか、つなげちゃいましょう。サブ駅作っときたいね。あ、ダメなんだ。ああ。ドラゴンの方はね、一応パワーはあるんですけどね、蹂躙式の方が。拡張しちゃってもいいかな。
さあセントルイスつなげた、あー走行もでっかくしときたいけど、このテクノロジーってさ、厄介事ばっかり起こさない？効率の良い鉄道システムのために多少の余裕が必要ではなくて？そうですね、ここでちょっと落ち着いたので、あとは25万人か、もうちょいやね。あ、そうだ、お金余裕あるから、この駅ちょっとこれをつけときましょう。しまった、ずれた。
そうですね。あとはここに第二駅を作ってって感じか。ですね、やっぱり最終的には。もうちょいですけどね。はい、では、今回はここで終わりにしましょうか。ここちょっと防御台車だけ解除して終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。